はじめまして、花熊千冬です。今回からダービースタリオンを担当します。よろしくお願いします。それでは、ダービースタリオンの続き、というか最初からやり直していきます。初期牝馬はエベレストロード、今回はローズキングダムをつけます。ちなみに面白い配合です。3区のデビューまで暇なので、2歳馬を買って走らせてみましょう。資金的にこの子しか買えませんね。1000万円以下で買えるといいのですが。いかがですか？全体的にがっしりとしてよく見えますが、早熟っぽい体つきですね。まあ、ゲーム開始直後は、早く稼げる早熟の方がいいと思いますが。よろしいですか？ございませんか？落札できましたけど、予定より高くなってしまいました。この値段だと、3勝くらいしてくれないと。早速入球できますね。やはり早熟でした。ダルドワーズ、仕上がったのでデビュー戦です。阪神の芝 1600m を使います。あらら、大馬騎手確認。ダメです、乗ってくれません。ラミレス、こんな時は川島騎手ですね。大馬騎手と同期ですから。パドックでとんでもなく入れ込んでいたので、作戦は追い込みにしておきます。デビュー戦なので、まずは無事に回ってきてくれれば。2レース2歳新馬、芝 1600m、 コンディションは良。おやおや、派手に出遅れてくれましたね。まずは先行争い、早くも先頭9番カントル、400を切って先頭。ここからどこまで追い上げられるか、まあ期待できませんけど。抜け出した、ファインニードル外から襲いかかってくる。ここで先頭も変わった。坂を上り、ファインニードル差を広げにかかる。2番手は北山ビクター、さらにはカントル、ファインニードル後続を突き放してゴール。結局しんがり負けでしたか。あの出遅れですから仕方ないです。次走以降に期待しましょう。この後、1600m のレースで参戦しましたが、入着止まり。5戦目は少し距離を伸ばして、東京の芝 1800m のレースを使ってみます。前走から柴田大地騎手に乗ってもらっています。後ろからの競馬は合っていないようなので、今回は思い切って逃げの指示を出してみました。東京競馬1レース、3歳2勝利。芝 1800m、 コンディションは良。スタートしました。少しばらつきました。スタートは普通でしたけど、身の足で花に立てました。あとは折り合いですね。この馬、気の悪いところがあるみたいですから。直線に入ってもこのリード、これは楽勝ですね。ちゃんと走れば強いんですよ。ああ、よかった。ギリギリ残ってたんですね。危なかったですけど、未勝利脱出できてよかったです。この後疲れが出たので一旦放牧。帰休後、スイートピーステークスを使ってからのカーネーションカップ。格上挑戦のスイートピーステークスは惨敗でしたけど、今回は自己条件ですから、好走を期待しましょう。ジョッキーは、前走から川島騎手です。東京競馬4レース、3歳1勝クラス、芝 1800m、 コンディションは良。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。この馬、休み明けは出遅れたりかかったりでレースにならないんですけど、一度使うと一変します。11400を切って先頭ダルドワーズ、その後
このまま押し切ってくれるでしょうか。これだけ差をつけていれば大丈夫ですよね。今回は楽勝でした。これならオープンクラスまで昇級してくれそうですね。とこの段階では思っていたんですけども、2勝クラスに上がってからは気性の悪さもあってか入弱が限界といったレースばかり。しかも調教中に故障させてしまい長期休養を余儀なくされ、その間に牧場の資金が危うくなり、仕方がないので引退させエベレストロードと共に売却することにしました。もう少し稼げると思ったんですけどね、超早熟だったのかな。エベレストロードには鈴鹿マンボウをつけてみたかったですが仕方がないですね。5月になってローズキングダムとエベレストロードとの間に生まれた子が入級です。名前は大たらし姫にしました。名前負けしない活躍をしてほしいです。牧場コメントは早熟、スピードがありそう、疲れ知らずだけど脚部不安と言われました。面白い配合なので期待していた根性コメントは残念ながらありませんでしたと言っている間にデビュー戦ですね。ダートが上手いと言われたので中山のダート 1800m 未勝利戦でデビューさせます。ジョッキーはもちろん大馬騎手です。中山競馬1レース2歳未勝利ダート 1800m コンディションは良。スタートしました。好スタートは2頭クラウンロマン、クライムシスター。まずは先行争い5番クアトレポイント。すっと好位につける競馬センス素晴らしいです。クラウンロマン1番大たらし姫好位につけています。外を抑えて7番クライムシスター。400を切って先頭、果たして早め先頭から押し切れるんでしょうか。4コーナーカーブから直線に向きます。2番手クアトレポイル大たらし姫2番。これは強いですね。驚きました。大たらし姫さらに突き放す。2番手クラウンロマン、その後クアトレポイル、クラウンロマン差を詰める。大たらし姫1着でゴール。1着大たらし姫、勝ちタイムは1分52秒。これだけ差をつけてのレコードですからかなり強いのかもしれません。このスピードが芝で通用するならクラシック路線でもそこそこやれるんじゃないかな。そんな期待が膨らむ大たらし姫のデビュー戦をお送りしたところで今回はおしまいにします。ここまでのお相手は花熊千冬でした。次回の動画までごきげんよろしゅう。最後までご視聴ありがとうございました。